さあここからがねまた、オトラジの幅ですけど、皆さん来週は、はい、来週はですね、みんなも知ってるかな、ヒラリー・クリントンが若さを保つために子供たち赤ちゃんの血を、ね、子供の首を引き裂いて ありましたね、赤ちゃんの血を飲んだり体にかけたりしている。本当？何それ？ヒラリー・クリントンってそんなことしてるんだ、怖いっていう要は、陰謀論についての、特集です。はい、陰謀論は何か、なぜ人は陰謀論にはまってしまうのかを、考えていこうと思います。はい、ということで、来週もまた皆さんとお目にお耳にかかれるのを楽しみにしております。それではまた、さよなら、はい。